箱根っていうのは山々がたくさんあって、そこには多種多様な木が自生しているということや、まあ、自然というものが肌で感じられる地域、それが主役してものになったものが箱根の寄木細工というふうに考えておりますけど、箱根寄木細工の独特なものはそのベーシックなものを網羅している柄であるということでしょうかね。まあ、鱗とか矢羽とか様々な日本古来の意味合いのある柄、そういうものが使われているということ。物ってこれ壊れるんですね、全てのものが。だからこそやっぱりその愛着を持って使って、そのものを大切にしていただきたいと思います。開けた時の喜び、そこにある香り、そこにある感覚を皆様に感じていただきたい。